どうも皆さん、こんにちは、ほーでーす。今回は日本パトカーのモンスタートラックをゲットしました。すごすぎるめちゃくちゃでけー、半端じゃないな。モンスタートラックになったことによってめちゃくちゃパワーが上がってるので、アクセルちょっと吹かしてみるか。いくぜー、おーうおー、やっべー、もはや制御できないこんなことになっちゃうからね、ちょっとね、アクセルの使いすぎは気をつけた方がいい。どうやら通報されてしまったみたいだ。後ろにパトカーがめちゃくちゃ来てる。まずいぞ。なんとかして逃げなければいけない。これはやばい、パトカー3台だ。手配と3になってしまってるぞ。逃走開始ー。逃げろ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 。おー、ぶつかってきたー。だけど、このモンスタートラック、君たち止められるかな。1台破壊したぞ。さあ、2台目もぶつかってきたぞ。やばいやばい、落ちないように気をつけて。まずいまずいまずい。よし、よかった助かった。おー、乗り上げてきたね。よっしゃー、 SUV のパトカー倒したぞ。さあバックしてやろう、バックして踏みつぶしてやる。いやー、どうだ、やっぱ強いね、モンスタートラックパトカー最高。全員破壊したんじゃないこれ。いやー、だぜ、余裕で逃走できるな。じゃあねー。ああ、もう遥か彼方遠くに行っちゃったね。バイバーイ。これ余裕で逃げ切れそうだね。ちょっとね、アクセル踏みすぎないように気をつけないとね。ああ、前から来てる。3000回転ぐらいだったら別に何とも問題ないね。ひっくり返ったりもしないし。もうめっちゃ踏みつぶしてるんだけど。あ、ごめんなさいね。そこにいたんですか。気づかなかったですよ。よいしょよいしょよいしょ。バックしまーす。おい、タイヤ取れちゃった。僕のタイヤがなくなっちゃったよ。どうしよう。ああ、ひっつけられないのこれ、もう一回。あ、無理みたいだね。やばい、やばい、後ろから来てる。まずい、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 まずい。タイヤがなくなったんだよ、僕。うおー。やめてよ。タイヤなくなった人をいじめるなんて。あー、やばい、ひっくり返っちゃった。嘘だろう、逮捕されてしまったぞ、これ。次は、こちらのドラム缶を破壊していきたいと思います。よし、これなら楽勝でしょう。それじゃあ出撃行くぜー。まさかのこのね、モンスタートラックのタイヤがね、取れてしまうとはね、想像してなかったんでね、そこだけは気をつけながら。こんな感じで巻き込むとね、パンクしちゃうかもしれないんでね、行くぜー。めちゃくちゃいっぱいあるね。よし、楽勝でしょう。普通の車だったらもうボンネットとか当たってぶっ壊れるかもしれないんだけど、全然平気。あ、逃しちゃった。まあいいや、この先のやつを破壊していこう。行くぜー。ドーンドーン、いいぞいいぞいいぞ。ドーン、楽勝。やべ、ひっくり返るとこだった。いけいけい。すげえ強いね。3個まとめてドカーン、最高。さらにこっち側にもあるぞ。いけ、ドーン、簡単すぎるわこんなの。いけい、余裕だね。全然未だにパンクしない。これぐらいだったら大丈夫なのか。さあ、そしてこっち側にあるぞ。よいしょ。そしてちょっとアクセルをね、あまり踏みすぎないように慎重に踏んでいったら、ひっくり返らない。大丈夫大丈夫。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。ここであと2つだね。さあ、最後の1個。よし、いいぞ。で、もう一回向こう側に戻るのか。あー、バンパー壊れちゃったっていうことで、今回のポイントはあんま高くなかったけどね、星1ゲットしました。さあ、今度はジャングルにやってきました。このステージを攻略していきたいと思います。今回はモンスタートラックだからね、こんな密林のとこでも余裕で登っていけると思うし、そして今回は、こんだけもう参加してますよ。よし、全員倒してやる。行くぜー。待ちなさーい。全員捕まえてやるぞー。待てい。めちゃくちゃ逃走してるな。止まりなさい。サイレン鳴らそうか。待つんだー。さあ、倒せるかな。行くぜー。ただちょっと突撃してタイヤを失いたくないからね。よっしゃー。跳ね飛ばしたぞ、一人は。さあ、こっち側だ。待てい、シルバーの君、でかい車乗ってる君だ。めちゃくちゃ逃走中です。なんとしても追いつかなければいけない。よし、いいぞ。2人目はそこで止まったか。どくんだよいしょ。
シルバーの人だけが逃走中。待てい。やばいやばいやばい。待って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 。むずいむずいむずい。ここは慎重に行かないといけないんだった。あー、どっか行っちゃった。まずい、逃してしまう。やべえ、もうゴール行っちゃったか。あー、抜かされた。嘘だろー、こんの野郎。負けてしまった。めちゃくちゃボロボロになったぞ最後で。あんまり踏んづけたりするともうひっくり返っちゃうからね。避けながら1位をなんとかして目指そう。そしてアクセルを使いすぎるともうひっくり返るんでね、そこも気をつけないとね。ここは焦らずにゆっくり行った方がいいわ。ここら辺でひっくり返っちゃったらもう無理だもんね。よし、いいぞ。君たちはそこでぶつかってるのか。大丈夫だよ、ここモンスタートラックだもん。そして慎重に行くよ。よし、ひっくり返ってないね。いいぞいいぞいいぞ。さあここで曲がります。曲がれるかこれ。あー、曲がるの大変。なんだ君、お風呂は待っとけ。待って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 、僕が何とかして1位を狙いたかったんだけど、これ難しそうだ。みんないなくなっちゃってる。完全コールしちゃったみたいだね。お風呂が追い詰めてきてるぞこれ。負けてたまるか。お風呂にも負けてしまう。おーらー、よっしゃー、お風呂吹き飛ばしたぞ。やったー、これがモンスタートラックだー。イエーイ、なんとかゴールした。次もこちらのジャングル地帯にやってきたぞ。今度はね、泥だらけの道を一気に下っていきたいと思います。下まで無事にたどり着くことができるのか。今回モンスタートラックなんでね、普通の車だったら無理かもしれないけど、ジャングル探検隊出動。さあと思ったけど、そんなにジャングルじゃないね。確かに周りはジャングルなんだけど、ちゃんと道があるんで、これは余裕でしょう。普通に行けちゃうよ。さあ一つ目のチェックポイントだね。簡単すぎる。あ、ここら辺確かに泥だらけになってるね。だけどこのデカタイヤのモンスタートラックには全く関係がない。何もスピードも落ちてないしね。何も変わらない。普通の車で行ったらもう沼地なんでハマっちゃうっていう感じなのかな。こんなデカタイヤだったら全く痛くも痒くもないよこれ。何が大変なのかもわからない。そしてアクセルを踏みすぎないようにこのね、2000回転3000回転ぐらいで押さえてるという。これだったら絶対ひっくり返らないからね。あとはこのハンドル操作をミスらないようにしよう。もうめちゃくちゃ車高高いよね。よし、余裕すぎる。もうそろそろ下まで下れるんじゃない。あ、見えてきたぞなんか。横は、あ、見えないのか。結構開けた場所に来たんだけど、まだゴールじゃないんだね。結構下ってきた感じがするんだが。おお、木がめちゃくちゃ落ちてきてた。おお、水があった。でも全く問題ないぞ。あ、やば、引っかかっちゃった。一回ここはバックしてと。よし、前進しよう。行くぜー。ちょっとアクセル踏みすぎてるね。おお、下り坂になってんぞこれ。行くぜー、やっほー。なんか道が狭くなってきたね。これ通れるのかな、モンスタートラックで。そこのところは全くわからないんだけど、まあ、まだ行けそうだね。よしよし、いいぞ、広い道に出た。楽勝。普通のコンクリートの道もあんぞこれ。だけどまだゴールではない。この先だ。あ、めっちゃ広いなこれ、余裕すぎる。さあここが下り坂になってたんだね。あ、ゴールだ、楽勝。やったぜ、かっこいい。普通に行けちゃいましたよ。前回かなり苦戦を強いられてたこちらの下り坂を攻略してみたいと思います。その動画もね、まだ見てない方はね、ぜひ見てほしいなと思います。さあそれじゃあモンスタートラックだったらどうなるんでしょうか。簡単に攻略できるのか、それともタイヤがなくなってもう無理になっちゃうのか。さあブレーキの性能を確かめよう。そこまで効くわけではないんでね、ちょっとこれひっくり返っちゃったらもう終わりだね。慎重に慎重に行こう。普通の車だったらここでガッコーンってなっちゃってね、転がっちゃうんだけど、まあ、そこは大丈夫、余裕だぞ。おお、ここまで無傷で来れてます、すごいな。普通の車だったらあんまり考えられないことだ。やばいやばい、ひっくり返ってる。あー、タイヤを1個失ってしまった。
簡単にタイヤ取れるんだね。嘘でしょ。しかなんかすごいとこに挟まってるぞ。この状態でゴール目指せるのか。よし、動け動け動け。あーダメ、無理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 。よし、でも動いてるぞ。まだ大丈夫だ、余裕だ。この状態でもまだまだいけるはず。さあドロンコの場所に来たけど全く問題ない。タイヤ3つでも動かすことができるんだ普通に。前輪のタイヤ壊れちゃったらもう動かないからね、そこだけは気をつけないといけないんだけど。やべえやべえ、ちょっと待って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 。それでもめっちゃツルツル滑ってるけど大丈夫。全然左右にね動かすこともできるしね。まだまだいけるぞ。やばやば、ひっくり返った。ちょっと待って、その向きはまずい。ちゃんとまっすぐしてくれないとさすがに無理だぞ。やべえ、そこでぶつかったけど大丈夫。さすがモンスタートラック。よし、あとは慎重に下まで降りていくのみ。あー氷だらけのとこ来ちゃったね。滑る滑る滑る。これは左に行った方が良かったね。やってしまったぞ。今から左に向かうことはできるのか。あーちょっと無理そう無理そう無理そう。ということでこの突き出したキノコに当たらないようにしないと。痛いよ、結構ダメージ食らうんだよ。やば、火が出てきてる、もしかして。まずいね。あ、その左から火が出てたんだね。よかった、車から出てるんかと思ったよ。そして動け。もうボンネットがあって見えないと思うぞ中の人は。それでもなんとか頑張って動かしてる。あーひっくり返っちゃってる。よし、やめて、その氷の中だけは絶対やめて。よし、やったぞ。あーサイレンがついに壊れてしまった。でもタイヤ3つ頑張ってくれてるね、残ってるぞまだ。さあ、あとはあのクマさんに当たらないように。絶対当たったらダメだぞ、これは大ダメージ食らうからね絶対に。よし、結構下まで来たぞ、もうゴールが見えてきてるぞ。やばいやばいやばい、でももう操作ができない。やべえ、行ってーよー、どこ行ってんの。やべえ、燃え始めたー。嘘だろー、爆発する前にゴールまでたどり着けるのか。まずいぞ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 、行けるかな。やべえ、なんてことだ。この沼みたいなとこに来たんだけど、あーもう無理かな。完全に壊れてるこれ、エンジンが死んだぞこれ。ガソリンもなくなってる。オイルもないし。これはただの鉄くず状態になってしまった。何これ。あーパトカーのサイレンが、あすげえ、パトカーのサイレンだけが転がってる。はい、君だけでもゴールに行ってくれ。すごいぞ君、いいぞいいぞいいぞ、めっちゃ回転してる、素晴らしい。よし、一緒にゴールまで行こう。さあ果たしてゴールを目指すことはできるのか。お、めっちゃ順調に転がってんぞ。いいぞ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 、これはゴールできるんじゃないか、この鉄くず状態でも。ああ、そっち側に行っちゃうの、それはまずいって。ああ、タイヤ取れちゃったね。それでもあと少しだぞ、頑張れ頑張れ、あとちょっとなのに。動いてくれ、もう少し動いてくれたらね。あーダメだー、ゴール直前で力尽きてしまいましたけど、まだ動いてる若干。どうなるかわかんないぞ。あ、そして来てるで、ね、あ、そしてサイレンもう転がってきてるぞ。すごいすごいすごい、君ゴールできるんじゃないか、もしかして。あ、止まってしまった。なんてことだ、君そこで止まっちゃうの。おーすごい、モンスタートラックすごい頑張ってる、這いつくばってなんとか前進してる、少しずつ。ということは、こう、もしかしたら、いけるかもしれないぞ。下り坂なんでね、あとは。めちゃくちゃゆっくりだけど。よかった。この2個タイヤ残ってたのはよかったね。これなかったらちょっと無理だったかもしれない。よっしゃー、これはゴールだー、イエーイ。最後の最後まで諦めずに頑張ったぞ。今回はモンスタートラック警察やってきました。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。